時刻は0時52分です。あとは8分で午前1時です。だからすごい夜遅い時間のように感じられるんですけれども、でも数字はそういう風に思われますが、全然遅いって感じがしませんね。なんたって駅も開いております。ここは東京都千代田区 JR 東日本の中央線神田駅です。だから久々に駅にも来ましたけどね、もういつぶりかな駅なんて来たの。多分2ヶ月ぶりに駅という場所にあの足を踏み入れたんじゃないかと思うんですけど、ここへやってきた理由はですね、皆さんにまず神田下水というのを紹介しようと思ったからです。現在私が立っておりますところは、まさに日本で初めての下水道が適用されたところです。この地下にですね、東京都水道局、下水道局っていうのがあるのか、東京都下水道局が作ったこんな立派な看板があるわけですけども、昔はもうちょっとなんか見づらいやつだったと思いますけどね、新しくなって随分読みやすくなりました。まあ、皆さんに喋ろうと思ったんですけど、書いてあることを読むだけで良くなりました。分かりやすい看板です。日本各地でコレラが流行し、明治15年には東京の神田京橋などで死者5000人に迫るほどの猛威を振るいました。神田京橋で5000人ですからね。神田駅と東京駅周辺だけで5000人死んだ。阪神淡路大震災を超えるとんでもない大災害だと思いますが、というわけで上下水道に衛生施設の改善が急務となりということが書いてあります。日本で初めての下水道はこのようにして必要に追われるようにして建設をされることになったのでした。緊急事態宣言は明けましたけれども、そして駅の土地にも一応足は踏み入れましたけれども、まあ、しかし列車内はまだまだ混雑度合いはちょっと危険視する方がいいのかなと思います。立ち入らないに越したことはありませんので、本日も自転車の旅をします。よろしくお願いします。しかし明治時代に流行った感染症の話をする前に、まず今の感染症の話をしなければいけません。新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言は明けたものの、しかし相変わらず外出の自粛が望ましいということになっています。これに関してはスーツ交通チャンネルの方で一度皆さんに説明をいたしましたが、ぜひ見たければですね、スーツ、なんだ緊急事態宣言と多分そういうふうに調べていただくと、私の方針が発表されている動画が出るかと思いますので、ぜひご覧ください。この自転車ね、充電は満タンだったんですけど、ただなんか乗ってみるともうすぐ左右に振られるような感じがするんで、どこかがおかしくなってるんですかね。ちょっとこれは違うやつに交換しましょう。接触感染に対してもきちんと気を配らないといけないからね。少し走りまして、今秋葉原昌平橋のところまで来ました。今回もですね、神田川沿いに新宿まで行くことにします。なぜ神田川沿いにこだわるのかというのは、やはり新宿とそれから先ほどの神田、そして紹介したコレラと水道にはつながりがあるからです。また今回も水の話ばっかりか、しょうがありません。東京が水の都であるということと、それからやっぱりそれだけ水が私たちの生活に結びついてきて重要な役割を果たしているから、街の姿にも影響を与えるのだということが動画を見ていただければわかるかと思います。さて今は工事中であまり見ることができませんが、今お茶の水まで来ています。お茶の水という町の名前については前回も紹介しました通り、ここから使った水がですね、幕府だかなんだかのあのお茶汲み用の水として使われていると、だからお茶の水だそうです。ここにですね、また今回も登場しましたこの石碑ですけども、神田上水掛碑って読むんだと思いますが、跡と書いてあります。まあ、ここにですね、水道管が通っていたわけでして、こちら側とそれから反対岸をですね、向こうまで結ぶ、大きな水道橋、まあ、パイプですね、それが江戸時代の頃から通されていました。でその水はじゃあどこから来たのかってことなんですけど、それはもっとこの神田川、今都心を流れている神田川の上流の方から、専用のですね、上水道として区分されて、きれいな水がその中で保たれるような仕組みになっていたのです。その橋があるのがこの町、東京文京区の水道橋ということになっていたのでした。この裏側には小石川後楽園という徳川吉宗の時代に作った療養所もあったわけですけれど、それとそれからこの周辺にあった小石川の水戸藩邸、それが東京江戸中のあちこちに水を巡らす神田上水がちょうどその敷地を流れておりましたので、水をそこから取って直接使うこともできたようになっていたんだそうです。じゃあ出発。そして今飯田橋の交差点まで来ました。今回はですね、ここから右に曲がろうと思います。ここで川が二手に分かれまして、前方に進むのが外堀、そして右手に進むのが神田川の本流となっているからです。正面が飯田橋駅です。そして画面の左側が、お茶の水方面、右側が新宿四ツ谷方面となっています。この先歩行者は横断できませんという珍しい信号機があります。せっかく自転車で来てるんだから、じゃあ自転車の特権を使った方が面白いんじゃないか、自転車専用の信号を渡ります。この飯田橋の交差点には自転車でなければ来ることができないようになっているみたいです。この部分についてはね、まあ、珍しいですけど、ここに自転車止めて降りる分には私の勝手なのかなと思っています。あまり綺麗ではありません。これがこれからずっと、井の頭の方まで続く神田川の本流です。
でずっと行きますとこの先でですね、まあ、もうここはでもすでにそう呼んでいいんだと思いますが、神田上水という名前がここでまたこれに、つくようになります。つまり途中から神田上水になるということは、この川をずっと登っていくと昔はそこから水を取っていたということに、まあ、なるわけですけども、ここでですねこのように何箇所か水を取っている光景が見られまして、ちょっとあれはわからないんですけど、多分洪水を予防するための、脇へ導く導水路ではないかと思います。ただね、この神田川沿いのこの町会の掲示板なんですけども、これなかなか面白いことが書いてあります。西江戸川町会掲示板と書いてあるんですが、西江戸川は一体何かと、まあ、これはですね、まあ、この辺の町の呼び名として残っているわけですけれども、昔の神田川の名前です。神田川という名前は神田川なのか江戸川なのか統一されていなかったという時代が長かったそうでして、まあ、江戸川というのに今ずっと東の方に行ったところに大きな川がありますけれど、昔はこの神田川も昭和の中頃ぐらいまでは江戸川と呼ぶこともあったと、まあ、それぐらいですね、江戸の町には大変重要な役割を果たしていた川なわけです。なんか神田川というとね、ただ神田にある川なんだなという感じがしありますけど、神田というよりはもう東京の都心のところによっては、大変なくてはならない川としての存在感が高かったわけです。でここの、正式な町名なんですが、これは江戸川ではなくてですね、何か、まあ、これなんですね、西江戸川という名前ありましたけども、これ水道という名前です。ここは水道1丁目というところです。水道橋とはまた違いますよ。じゃあこの水道とは何かと言いますと、これはここに今壁の向こうに流れております神田川をさらにずっと遡った、まあ、ずっとというかもうちょっと遡るとですね、そこからまあさっきも言ったように水をこう分けて横に取って、そして上水道として別のところへ流していたわけですが、この水道の町に住んでいる人たちが、その神田上水の中の、まあ、きれいにする活動というのを幕府からするように言われていたんだそうでして、どうもその名残で水道という地名になっているそうです。さて、そして今しばらく進んで江戸川橋の下まで来ました。江戸川橋は東京にお住まいの方ならご存知だと思います。この真下をですね、営団地下鉄を言いかけましたというか言っちゃいましたけども、東京メトロ有楽町線が通っておりまして、あそこには江戸川橋駅もあります。あ、間違えた、あれじゃない、この下にあった、あ、これですね、東京メトロのマークが書いてあるの見えますね。江戸川はもっと千葉の方を流れている川じゃないのかと、なぜ東京にここにこんなね江戸川橋という名前の違う川の名前の橋がかかっているんだと、この駅はなんで江戸川橋というのだというふうに聞かれたらですね、皆さんもこの動画をご覧になったら分かりますね。もともと神田川を江戸川という時期があったんだよというふうに説明すれば、おお、なるほど、東京に知ってるこの人はちょっとそこら辺の人とは違うぞというふうに思ってもらえるんじゃないかなと思います。でちなみにですね、私もこういう偉そうなことを言うにあたって、ちょっと確認したんですけども、昔はですね、一番すごい上流のところ、まあ、ここから先後でね神田上水を横に取り戻すところのことについて言いますけども、もうちょっと上流のところまでを神田上水と言いまして、そして、今私が通っているこの部分については全部江戸川というふうに言って、そして飯田橋から先の部分については神田川という名前になるように、3つに分けられていたそうでした。それが現在では1つの神田川というふうに統一されているんだそうです。公園の中に入ってきまして、今向こうは首都高の出口ですけどね、すぐ脇を神田川が流れています。午前2時の公園、まあ、それでもねやっぱりみんな運動のために夜中でも出かけておられる方いるようですけども、これです、神田上水というふうに書いてあるんですが、このような、まあ、石碑じゃないな、これ金属だと思いますけどね、こんなものを見つけました。昭和13年3月東京市と書いてある戦前のプレートです。これはですね、大正8年付近水道付属地を江戸川公園となし浄水史跡の保存に、勤め市が、昭和12年3月江戸川改修の、公なるに至ってついに、この景観を失えりと書いてありますが、もともとですねここよりも上流を神田上水といって、そして西東京の方からずっと水を持ってきていたのです。そしてここのところから、水を分けて取って、それを、先ほどの、水道用のですね上水道神田上水として、水道橋お茶の水、そして神田日本橋などそういった方面へ持っていくということをしていたのでした。で昭和12年まではその江戸時代の水道のルートがですねここに存在していたらしいんですけれども、この神田川の洪水対策などで、まあ、このような立派なですね壁などを作ると、まあ、いうことになったの、まあ、いろいろあると思うんですが、いうことになったので、まあ、残念ながらもうその昔の景観を東京市としても残したかったんですけども、いやすいません、ちょっと残すことができなかったんですよ。なんですみません、ここにいろいろとモニュメント作りましたんで、まあ、それですいません、皆さん神田上水のことは忘れないでおいてくださいねというようなですね、ちょっとまあ
私が読んでいて言い訳がましいなというふうに思ったんですが、でも気持ちはとても分かるんで、ね、それぐらい価値のあるものがここにあったんですよって言い訳がましいというか、悔しさかな、その当時の人のちょっとね残念な気持ちがここに現れてるなという気がします。ここにこんなですね、いきなり水っぽいモニュメントもあって、ただこれは水がここに今のところ貼ってあるだけみたいですけれど、昔ここからどうも水関連のものが分岐していたらしいということが現れています。この江戸川公園の出口にはこれ月夢有料駐車場と書いてあるんですけど、管理水神社って書いてあって、そんな神社もあるのかと調べたら、これは水神社と読むんだそうですが、やっぱり神田上水が無事であることを願って、神田上水の、守り神として、信仰を集めた神社ということでした。そしたらですね、この辺でも割と有名な建物ありますんで、水神社の真正面から一旦ちょっと神田川を渡って少しだけ外れますが、やってきたここはですね、地名で申し上げますと都の西北、早稲田ですね。この大隈公道が一般の道に面しているんですけども、それ以外の早稲田大学の施設はこのように門があってですね閉まっており、また立ち入り禁止って書いてありますね。うちの大学も立ち入り禁止で入ることができないらしいんですけども、門は固く閉ざされていて、ネズミ一匹通さないと言いたいところですが、猫が一匹通ってるようです。一応新宿区には入ったんですけども、しかしまだですね神田川の話ばっかりで全然新宿駅の方面までたどり着きません。時間はあるからいいんだけど。そして明治通りにも出たわけですけども、あんまりですね神田川のことばっか紹介していると新宿に対して脚光が当たらなくなるかなと思いますので、この辺で終わりにしておこうかと思います。これ神田川のですね高田馬場付近の様子です。要するにこの辺は高田馬場というわけですが、あそこ2つ並んだところからですね高田馬場分水路といって、やっぱり洪水防止のための脇の流れがあります。そしてここで水がチャプチャプいってですね、あっちの先行ったところも随分ザーザーと音がするんですけども、これは何かというとお魚を上の方まで上がって来て、来られるようにですねしてあげるための仕組みなんだそうで、これはどうか分かりませんけど、あっちに明らかにそれ用の人工的な階段みたいなものがあります。とても汚かった神田川ですが、現在ではこの鮎とかそういったものまで上がってくるようになるほど水質が改善されたんだそうです。そしてですねそれからまたさらに自転車を1キロほど漕ぎまして、今高田馬場駅のすぐ目の前まで来たところです。そして高田馬場の駅に着きました。ちょっとなんでこんなに明るくなってるのかと、今から説明しますが、カメラをですね自転車に固定する器具があったんですけども、これがね全然回らなくなっちゃって、なんか唐突に回らなくなったんですよ。もういくらもう全力を持ってもダメでした。テコの原理とか使ってもね何やっても動かなくなっちゃって、もうしょうがない、もうとにかく頑張って回したら自転車の棒の部分から外すことはできたんですけど、もうそれだけでしたね。これ以上使えないんでしょうがない。今日はねもう30分ほどここで格闘したんですよ。さっき3時34分にちょうどここ着いたんですけど、今もう4時6分30分やってダメだったら諦めようと思って諦めます。だからここからは自転車からの光景を皆さんにご覧に入れることは多分できないと思います。こうやってよく見てみればね、高田馬場の駅も随分古い作りだというのは分かると思います。正面から見ると新しそうなんですけどね、橋の下のところっていうのはなんかあんまり目立たないからか、昔のまんまで行こうという気概があるようで、カーブを描いたこの駅の入り口、まだシャッターは閉まってますけれど、これも戦前の建物であるということがお分かりいただけるでしょう。でしばらく進んでくると新大久保に着きました。ちょうど今 JR のシャッターが開いていくところですね。シャッターが開くのと同時にみんな駅に我先にと入っていきましたけど、そんなに急いで入りたくなるのかな。大久保新大久保界隈の街の色合いは随分他の地区と比べると、というか日本の一般的な色合い、街の色と比べて、変わっているような気がします。それもね皆さんもご存知だと思うんですが、新大久保というのは日本でも有名なコリアンタウンと言われていて、朝鮮半島出身の方がこの辺りに住んで、みんな、お互いに生活の共同体のようにして、周りに気兼ねなくというか安心して暮らすと、そういった文化があるそうです。もうじき新宿に着きます。左が山手線の高架で、右は中央線の高架です。この先で一つに合流して、そして新宿駅に進むということになります。このように見ますと、この高架もまたすごいですよね。大昔の雰囲気、多分山手線が開業したのはもうこの区間に関しては明治時代ですけれど、ここがこのようになったのはいつぐらいなんですかね。分かりませんが、奥までと統一的に作られたデザインになってて、西武線ともほとんどその作りが同じなようですから、多分昭和年間なんじゃないですかね。そういう風になってると思うんですけど、名盤とかなんか書いてあるかな。残念ながらいつのものなのかはよく分かりませんでしたが、でも上にかかって鉄橋の古さから考えますと、戦争が始まる前に作られたものでしょうね、多分このデザインも含めて。もうこの辺まで来ますと完全に新宿です。このまま真っすぐ行けば前方に新宿西口が現れるわけですが、新宿の人たちの朝は随分早いな。
前回紹介したドコモタワーですけどね、今回は逆側から来ました。中央線は真正面の方から新宿駅に入ってきます。新宿駅の手前、甲州街道の可動橋、通称オーガードのところに来ました。このオーガードはね、もう新宿の象徴的な光景として長らく知られてるんですが、ここにある市ヶ谷と書いてこの看板、多分結構古いやつだと思うんですよね。昔の時代なんじゃないかな。これがなんでずっとここにこのまま使われてるのか私には分かりませんが、さすがに朝ですからまだ人は少ないわ。画面に3人映ってますかね。この新宿の街にはまあ大体二面性がありまして、まず見ていただいて分かると思うんですけど、特にこれですけどね、金券ショップ街、これがずらっと並んでるんですが、金券ショップということは言いたいわけではなく、この雑多さです。思い出横丁の中に入ってみますが、新宿というのはもともと日本の闇市発祥の場所とも言われておりまして、戦争が終わってからもうほんの数日後にはですね、ここに闇市が並ぶと、要するに空襲とかで燃えてしまったりとかしたようなところの空いている土地を不法占拠して、そしてそこで勝手に本当は現金で取引をしてはいけないとされているんだけれども、現金での物の売買をするということが始められたそうです。でこの建物を見る限りどう考えても闇市時代のものではない、まあ、結構古そうではありますけども、さすがに戦争終わってすぐの時に建てられた、まあ、1950年代とかそういう作りでは、ね、ないんじゃないかなと思うんですが、ただこのごちゃごちゃな感じは多分当時とそれほど変わってないんじゃないですか。これ土地の関係とかどうなってるんでしょうね。多分今ここに普通に、あでも養老の滝もあれか、これはただチェーンっていうかフランチャイズなだけですもんね。さすがにね、今の時代も土地を不法占拠しているということはなくて、まあ、少なくともここにこういうものができ始めたときに、その始めた人たちが正当な権利を持ってたかどうかは知らないんですけど、今の時代は勝手にここ土地を使って店を出したりということはさすがにないですけども、ただ多分その時の昔の新宿の発祥の、まあ、発祥というか戦後の新宿がこのような雑多な街としてスタートした、そのスタート地点をここに保存しようということで思い出横丁とされているんだと思います。ここは私今までも通ったことはありますけども、中で食事をしたということは一度もありません。電車も動き始めましたね。いい235系の音がしますよ。このように思い出横丁の中側最深部とかね、奥の方については昔の闇市の雰囲気をとどめた居酒屋街となっているんですが、一方で外側はどうなっているかと、先ほどもちょっと触れましたけれども、このような多分関東でここが一番なんじゃないですかね、金券ショップ街となっています。関東でここが一番安いかどうかまでは私は知らないのですが、今でこそですね、新幹線の回数券がもうすごく値下がりして、多分とんでもないことになってるだろうなと思うんですが、もともと金券ショップはですね、もともとそれだけの目的であるわけじゃないんだけど、お金のない人がクレジットカードの、ショッピング枠を使って、それで買ってきた新幹線の回数券とかをここに売却してですね、それで金券ショップがそれを買い取ることによって、現金化、お客さんの、本来は禁止されている、クレジットカード現金化を助けると、そういった使い方があるわけですね。そういうふうにして現金化を試みるっていう人は、人それぞれだとは思うんですが、中にはですね、その金は一体どこから借りてきたんだみたいな、そういう債務を抱えているような人も、おそらくいると思われまして、なんか私個人的にはね、ちょっと金券ショップっていうのは別にこれ自体が悪いことしてるってことは全くないと思うんですけど、ただやっぱり雑多な印象を受けてしまうというような気はします。闇市とかも戦争終わった直後はヤクザの人が治安維持とかですね、取り締まりとかそういったのをやっていた面が強かったようです。そんな思い出横丁エリアを過ぎると、もうすぐですね、目の前が新宿駅の西口となるわけです。もう本当にすぐ目の前です。新宿西口っていうと、だからなんかやっぱり雑多でね、ちょっと汚いと、そういうイメージを持ってしまうんですけども、多分間違ってはいないと思うし、それが失礼なイメージということもないんじゃないかと思います。ここがですね、新宿西口の駅前のヨドバシカメラの本店なんですが、昔からここら辺はですね、カメラ屋さんみたいなのが多いようなところであって、他にも確かカメラの桜屋、桜屋は荻窪だったかな、あと中野とかにもね、いろいろ安いカメラ屋さんありますけど、ヨドバシカメラももともとは一つの写真屋さんというかカメラ屋さんというか、そういう感じの営業の形態だったそうです。でここなんですが、ここにですね、住所表記があるんですけども、また、これ西新宿1丁目って書いてあって、西新宿っていうこういう感じの、ね、名前は、大体の場合は新しい地名なんですよ。40% ぐらいの確率で新しい地名かなと私は思ってますが、昔のこの辺の地名を全部西新宿ではなくヨドバシと言ったのでした。新宿の駅前のこの辺の地名がヨドバシだったんですね。だからヨドバシにあるカメラ屋さんでヨドバシカメラだったのです。大阪の淀屋橋と私は昔勘違いしてたんですけど、全然それは関係なくですね、新宿発祥の会社であるということでした。
で、ヨドバシというのはもともと新宿区ができる前、戦争が終わってからだったと思いますけど、この周辺には他にも四ツ谷区とか牛込区とか他にも何かあったかな、そういうところとですね合併して一つの大きな新宿区という形態にしたんですけれども、まあ、全国的に有名なこの地で創業したヨドバシカメラはその当時のこの町の地名をですね今に伝えてくれている存在であるわけですが、じゃあそれがどうしたという話なんですけどね、これはね新宿周辺が迷宮と言われるそのゆえんなんですけども、まあ、この町は本当に東京では一番複雑なんじゃないかなと思います。町の地図とかを見てねこちら方面といってもよくわからない。それはなぜかと言いますと、もう新宿駅方面も空いてるんで入ってみることもできるわけですが、ヨドバシカメラが今左正面でしたけど、そこからこの階段を降りるとですね、で降りてくるとですね地下街になっているかと思いきや、このような複雑な地下道ができておりまして、地下道なのかな、地下道じゃないよな、地上がこのように見えて、あれもしかして上が2階だったのかなと、まあ、一応この上のさっき私がいたところが1階ということになって、ここは地下扱いなんですけども、すごいですね、あれは多分住んでる人のやつだろうな、でもそうですよね、キャリーバッグとかあるからね。そして、まあ、そのままですね東京都庁方面に超高層ビル方面と昔は書いてあったんですけど、超分かりにくい看板なくなったのかな、ここからですねずっとまっすぐ地下道なのか地上の道なのかよくわからない、この道をずっとまっすぐ進んでいくと東京都庁の方面に続くわけです。残念ながら自転車乗り禁止なんですけどね。新宿の街の複雑さの一因にはですねこの二重構造があります。で、まあわかんない人はじゃあ地上だけ見て歩きゃいいだろうと思いそうなんですけども、それがですねまた地上だけでは自動車の流れを円滑にするためなのかわかりませんが、地上だけでは行くことができないような、ね、そういう場所もあるんですよ。一応地上でも行けないことはないと思うんですけど、すごい遠回りになったりしてね、そしてみんな慣れない地下道の方に入って、ね、道案内のですね行き先があまりにもたくさんあって、どうやって進めばいいかがわからなくなってしまうのです。新宿の街になぜこのような、複雑な地下道があるのかというと、やっぱりなんだかんだ地下道がそこにあった方が便利だからです。まずこれが新宿駅でして、先ほど降りました思い出横丁がこの辺、こっちからこういう風にオンガードの脇を越えてきたわけですが、現在地はこの辺でして、で下の方にねこれすごく整然とした区画があって、ここに、日本を代表する高層ビル群があります。新宿の超高層ビル群と言われるところです。超高層ビルって本当にね道案内のところとかに書いてあるぐらいに高いビルが並んでいます。東京都庁とかね都議会議事堂とかそういう建物もあるし、それから日本で初めての高層ビルとかそういうふうに言われることもあるんですけど、京王プラザホテルとかですね、そういったものが並んでおります。で、ここは新宿駅からちょっと距離があるんで、その間この地上の信号機とか渡っていくと面倒だから、地下の動く歩道を使って一気にピュッと行ければ便利だろうと、まあ要はそういうことなんですね。ただね単に巨大な地下街があるっていうだけだったら、それだけで街が複雑で迷宮とまで言われるほどでは私はないんじゃないのかなと思うんですが、そんなところいっぱいいますからね。ただ新宿のぐらいじゃないですか、もう迷宮迷宮というふうに言われてるのは。でこれはですね新宿西口のところからまっすぐ来ると、なんでそんなふうに呼ばれているかというのが、まあ、ある程度わかるかなと思うんですが、急にこう下が深くなるわけですよ。さっきまでのところはね、ここのところが地下という感じだったんですけど、ここまで来るとここ新宿駅の1階の地上部分と同じ階なわけですけど、ずっと1階を歩いてきていると思ったら唐突にねここで2階になるんですよね。でさっきまで地下1階だったところは、まあ普通に考えたらここは1階だよなみたいな、まあそういう風になるわけです。で向こうに東京都庁とかですね京王プラザホテルとか、まあ、こっちにもキヤノンの本社が入ってるビルとかですね、まあいろいろあるんですけども、でこの都庁周辺がなんでこんな複雑な立体構造になっているのかというと、立体構造にしようと思ってしたというわけでは実はありませんでした。すごい長い話になるんですけども、まず先ほどまでずっと紹介していた神田川なんですが、神田川とそれから神田上水はですね、まあ、特に神田上水は、明治時代の中頃までずっと使い続けられるということになりました。江戸時代の時に使っていた、まあ、特に浄化装置を持たない、上流からの水をきれいなままで保って、そして下流に流すという川はですね、まあ、管理が徹底設定していれば綺麗なまま、まあ、浄化されていないとはいえ、まあ、ある程度綺麗な水を、江戸の方へ送るということはできたかもしれないんですけれども、まあ、しかし、それをきちんと管理しなければ、まあ、たちまちただのですね、川になってしまうと、まあ、そういった脆い存在でありました。でまた江戸時代の、まあ、幕藩体制での管理から明治政府への引き継ぎもですね、成仏にはできていなくて、結局うまく管理できていない時があったので、そういう時には神田川に、江戸の生活排水が流れていったりとか、そういったこともしばしばあったんだそうです。
で神田上水があまりうまく管理できていなかったような時期にですね、いよいよ感染症コレラが流行してしまいまして、まあ、それは感染者の便とかね、そういったものに、菌なのかウイルスなのかよくわからないですけど、それをコレラがですね、混じって、そしてそれをまた取ってしまう、摂取してしまうという時に、感染が起こるんだそうなんですけども、まあ、要するに生活排水が混じってしまうような神田上水の状態では、もう東京の衛生状態があまりにもひどいまま、きっと好転することはないだろうということが見込まれたんだそうです。これでいよいよもうこのまんまではまずいぞということになってですね、東京に入ってくる水の事情を大きく改善するためには、きちんとした上下水道を整備する以外にはないということになりました。でその一つの方策が、神田で先ほど紹介しました神田下水道であって、それから他にも東京中やあちこち張り巡らせる上水道、その上水をいかにして作るかというのが、この、まあ、今私が上がっているのが水の橋というところなんですけれども、この淀橋の地に作られた淀橋浄水場だったのでした。そして先ほど私が歩いていたこの1個下のフロアといいますか、まあ、真下に見えているところは、ここで東京都民のために飲み水をずっと与えていた淀橋浄水場の大きな貯水池、その、まあ、いわば下の下層部分として使われていた、その高さだったそうです。まあ、おそらくその時の貯水槽がですね、それと大幅に形深さを変えるということはなく、現在の新宿副都心、この都庁とかね、それからまあこれも都庁なんですけども、とか向こうの都議会議事堂とか、まあ、そういった大きな建物を作る時のその一番下の部分として使われるようになっていたのはやはり変わりません。だからそのような関係で、新宿駅からですね、ずっとまっすぐ地下からの道を伸ばすと、ここで、要は大きな池になっていますので、池の底に出てくるということになるわけです。そしてここがもともと1階だったのか、それともこちらが今でも正しく1階なのかがよくわからないという状態になります。しかし本当に大きな浄水場でしたので、その機能を完全にここからなくすということはやはりできなかったようでした。ここでもうきれいな水を作るという作業はやめてしまいまして、現在では東京都西部の東村山にその機能は移転させられているんですが、しかし現在でも淀橋浄水場の名前が一部残っていまして、今ではここは東京都水道局淀橋給水場ということになっています。まあ、ここはね、ポンプの圧とかを加えて、そして東京のあちこちに水を行き渡らせる、その役割があるそうなんですけども、まあ、それからですね、何かあった時には実際に給水場として使われて、どっかあったな、これだ、大地震の時ここで水をお配りします、そんな風にも書いてあります。まあ、それだけのためにここに設置されている施設ではありませんけどね。これが淀橋浄水場、新宿駅前、東京都庁などがある相当立派な超高層ビル群、日本を代表するビル群のもともと生まれる前の姿を今でもかろうじて残してとどめてくれているものなのです。それでは池の底から這い上がります。まあ、浄水場の底からのですね、坂を登って新宿駅の、南側でいいのかな、代々木駅方面にとりあえずは進みます。ただ代々木駅行くわけではありませんよ。でそしたらですね、淀橋浄水場の歴史については、まあ、ある程度お分かりいただけたと思うんですが、じゃあなんでその浄水場はね、この、ビルが並んでいるところの裏のあたりに浄水場の貯水池があったわけですけれども、さっきそこにいたんですが、なぜこの新宿淀橋の地に作られたのかということが今度は気になります。でですね、それはこの辺に来てなんとなく分かったんですが、私まだこれについては、ね、ちゃんと分かってないんですけど、これ学校法人文化学園って書いてあって、文化学園大学とかですね、そういう服装に関する大学がここにあるんだそうですけども、まあ、この敷地は新宿にしては明らかに不自然で、新宿というのはもっと雑多な場所であるはずなんですよね。その割にはここだけ妙に整然としていると。で向こうについてはさっき淀橋浄水場があったから、だからあそこは跡地を全部、まっさらにしてですね、作り直すことができたんだということが分かったわけですけども、いや絶対ね、この背景の雑多感に対してこっちがこんなにスカスカなのはおかしいと思ってね、調べたらこういうのがありましたよ。ちゃんとここに解説書きがあるらしいんですけども、このレンガのやつはまあ後から作ったやつだと思うんですが、あでも古いレンガもありますね。これは昔のやつでしょう。玉川上水の木、かつてこの地には玉川上水が流れていました。急激な発展に伴う水不足解消のために江戸幕府により開削された上水です。だから要するに神田上水だけでは足りなかったので、その後玉川上水というやつも作って、やはり多摩地区から東京都心、江戸市中の方へ水を運ぶためにこのような水道を作ったわけでしたが、
明治31年東京の近代水道創設に伴い、要するにこれはヨドバシ浄水場による、浄水給水システム配給システムが、整ったということで、このですね、ヨドバシ浄水場のあたりに新水路が開設されたので、ここの部分はもう使うことがなくなりましたと。あ、でも今でも一応残ってるんですかね。大部分が暗渠化されって書いてあるから下には水が流れているのかもしれません。このモニュメントは明治時代に新宿駅構内の地下に設けられた玉川浄水のレンガ造りの暗渠をモチーフとし、当時のレンガを一部使用して、あ、そうなんですか、当時は新宿駅の地下に玉川浄水が流れて、今も流れてるのかな。さて、それではですね、江戸時代から東京の西の玄関として活躍し、その後昭和の中頃にかけて東京都民に命の水を供給し続けたこの新宿の街、水の街新宿の紹介は、まあ大体これぐらいで全部終われるかなと思います。ここからさらにね、玉川上水まで全部追っかけていったら面白いだろうし、まあ、実は新宿、ここからね、自転車で10分ぐらい行けば神田川がまた流れてるんですよ。あの新宿の街を外側を取り囲むようにして神田川は通っておりますんで、そしてそこにヨドバシという名前の橋もあるんですね。ヨドバシ浄水場新宿駅前のあの地名のヨドバシというのも神田川の結構離れてますけれども、神田川のヨドバシから来ているんですが、その様子などを、ね、皆さんに紹介するのも面白いと思いましたが、まあ、もうそろそろ人が増えてくる時間かと思いますので、帰りの方向に進みたいと思います。それじゃあね、最後にヨドバシ方面を一別して甲州街道が新宿駅をまたぐこの立派な橋を通ってですね、そして今回の動画は終わりです。最後に甲州街道からまた都心方面へずっとまっすぐ走って、麹町から、北の丸を抜けて、そして千代田区方面に戻ることにします。新宿はもう朝の6時台の時点でちょっとダメそうですね。今この時間帯は人がいませんけど、もう少しするともううわーっと来るんだろうな。電車が到着したようで、さっきねどっさり人が来てたし、おー、甲州街道の横断歩道ももうあんな感じになってますからね。またあの安全第一で撮影しますけれど、ちょっと人の多く集まるオフィス街のあるようなところは朝早い時間からやっぱり気をつけた方が良さそうです。でですね、その新宿御苑のすぐ脇のところにもまた大きな、なんかこんな大きな土地を使うんだったらきっとここには何かあった違いないと思ってですね、見たこのこれですね、大きな石碑があるわけですけど、これなんて書いてあったのか全然読めないわけですが、一番右のところを見たらね、水道碑碑と書いてあって、あ、これも水道が、ここも玉川上水の跡地だったようでした。ここに四ツ谷大木戸と書いてありますけれど、まあ、これはですね、いわばあそちらのセンスで言えば高輪ゲートウェイならぬ四ツ谷ゲートウェイというわけでして、ここから先が江戸市中に完全に区分されるといったところでした。そしてこの四ツ谷の地から玉川上水は神田上水と同じように江戸幕府によって作られた人工的な水路、まあ、例えば木の樋だったりとかあのパイプだったりとかそういうもんだと思いますけれど、それでですね、江戸のあちこちへやはり配給されるということになったんだそうです。その役目も明治時代の中頃にいよいよこれらが大流行して大変だということになって、そして先ほど紹介した東京都庁のありましたヨドバシ浄水場に受け継がれたということでございます。そしてまた今回も丸の内まで戻ってきまして、今回は終了にさせていただきたいと思います。時刻ですけども、到着した時間で7時3分、多分そんぐらいだったかなと思いますが、まあ、どうですか、丸の内はなんか思ったよりは空いてるなっていう感じですけど、まあ、それでも朝の5時よりは随分人がたくさんいろんなところに出ているという印象も受けます。まあ、私はこんぐらいだったらまあこの辺で自転車をうろうろする分にはいいんじゃないかなと思うんですけどね。あの感染者数も減ってきたことですし、ただ新宿はどうだろうな。新宿はまあさっきの時間だったらまあこれと混雑率は変わらなかったような気もするけど、あの着々と人が吐き出されてきたという感がありましてね。丸の内もこれからサラリーマンの方は来るとは思うんですけど、まあ、この辺のオフィスは進んでいるところが多いのか分かりませんが、あのテレワークが随分盛んなようで、あまりサラリーマンっぽい人はあのそうたくさんは見ませんが、では今回はここまでです。もうちょっと新宿方面しっかり回りたいですね。まだちゃんと新宿方面を見て回るっていう感じじゃないもんな。以上です。どうもありがとうございました。